はい、今回の出発点はですね、知覧の平和公園のですね、駐車場です。見事でしょう。もう満開の満開だった。それでですね1時間ちょっといた方にいて、でほとんど取りっぱなし、歩き動画ですけどもね。いやあ、ちょっとほら桜吹雪まではいけないけど、少し桜がこう舞い落ちるっていうんですかね。いやあ、ですね、今日多かったっていうか、今まで来た中で、あれか、桜吹雪があれかもしれん、ここ行くと。ああ、そうでもないか。このね、桜吹雪っていうのはですね、風がこうずーっと吹いててもですね、その間散るっていうんじゃなくてですね、ある程度何ですかね、あ、これか、左行きますからね、桜の何ですかね、風に、ちょっと待ってよ、ここ左行きますからね、風に耐えた桜がですね、風速、3メーターぐらいの風が吹くとするでしょう。そしたら1回の風でですね、ある程度桜がパーって散るわけですよ。そしたら次はですね、その一旦散った後に3メーターの風が来てもですね、あれですよ、桜のね、桜吹雪は起きませんでしたよ、見たら。で、ある程度20分30分ぐらいしたらですね、次の散る準備ができた桜がですね、次の風に、で落ちるという感じでしたよ。でしたよって言いながらですね、いや、しぼったと思ったのはですね、今の結構1時間ちょっと停車してて、次出発する時ですね、ワイパーのほら、あれを、あ、ちょっと、まあ、これも忘れた、ワイパー液でですね、フロントガラスをきれいにするの忘れてたと思ってですね、まあいいですかね。いやー、今日はどんぐらいかな、ゼロ線の、平和、記念会館にですね、ゼロ線の、本当のゼロ線ですよ、海底にずっと沈んでて、それを引き上げたゼロ線が展示されてたんですけど、そこは撮影可能だったんです。ですからその部分を、その部分だけでも30分ぐらいだかもしれません。ですからね、まあほら、30分の動画っていうのはちょっと歩き動画っていうか静止動画にしてはですね、あれなんですよ、長すぎますから、何回かに分けてですね、それとその周りも、平和公園のですね、周りをずっと撮ったんですよ。だからそれはちょっと、1週間に1本ぐらいずつですね、あ、引っ張るわけじゃないんですけども、一緒に1回で見るよりかはですね、そっちの方がですね、見られる方もですね、逆に印象が、1回1回の印象が強くなるかも。それでですね、いやいや、あっちの桜があんまりにもですね、見事だったもんだから、こっちを見たら桜がないから、逆に言ったら演出効果なんですかね。いや、あそこのほら、知覧平和公園のですね、桜はですね、鹿児島県のですね、桜の名所の一つなんですよ。ですから、あんまりこの辺からずっとこうやってるとですよ、なんか効果が薄いって思われたのかもしれませんね。だからあそこでバッと咲くまではもうこの辺では見せないと。いや、私が映像的な責任者だったら、案外そんな例をするかもしれませんね。
まあ、ほら右の向こうの方に桜の幹がこうありましたけど、ありますけど、これからもね、前ですよ、1ヶ月ぐらい前、の地方なんか出かけた時、こういう桜を見ると、あ、右に桜が咲いてますよみたいなことを言いましたけど、今のですね、あの桜を見るとですね、もうあれ、いやいや、こっからですね、今そこに右の方に小学校があったんだ、あ、こっから行ってみよう。いや、これね、あの昨日あれで見たんですよ、あの YouTube で、学校の横にね、あ、そうそう、ここ、昨日の場合はこう桜が咲いてた学校の横にって思ったけど、もう今さっき言ったように、もう桜もううんにゃべっちゅうぐらい見ましたから、この中学、小学校だったっけ、あのごめんなさい、あの下の方にテロップ入れときますけど、あの、あ、すぐ横にですね、学校があって、その横がこうこんな風に通れるようになってたんですよ。ですからこっちを通るんですけどもね、今日はね、春休みだからね、あの生徒さんの姿は見えません。で、これ YouTube に、あの Google マップで見て、もう一回まっすぐ行ってですね、いや、もう一回というかこのまままっすぐ行って、で、おお、よかった。いや、たまにほら、あの木はつけているんだけど、あの蝶々がですね、あの蝶々がぶつかるんじゃなくてですね、私がね、蝶々をですね、跳ねる時があるんですよ。蝶々は昔からですけどね、あんまりね、高く飛び上がりませんよ。学習能力がないのかな。50年、なんか70年ぐらい前、そう思ったことありましたからね。70年前か、こっちか、あの、見てると菜の花畑の横、昔はあのあちこち鹿児島市内でもですね、市街地にもですね、そういうところがあったんです。ここはちょっと田園風景、左に行ってみましょうね。あ、今日は田園風景もね、もう桜はもういっぱい、あのこの動画であんまり出てきますね、真正面もね、あのあれだけど、田園風景取り入れますからね。で、蝶々がほら、あの次々に、あんまりそんなに車はいない時代だったけど、あれに、あのフロントガラスにぶつかってですね、地べたにパタンパタンってこう、するわけですよ。だから幼稚園の頃だったけども、なんでこの蝶々は高く飛ばないんだろうかと思いましたけど、なんかちょっと待ってくださいね、この辺でもう一回止まりますからね。あ、今日は単車なんかの、あのツーリングはいいかも。このちょっとスラローム気味にしたのは、するのはですね、あの、わかります？今ちょっと画面が暗いでしょ。でも向こうからほら、こっち側に、あの来る時のは、あの綺麗だったでしょう。ですからね、まあこう道路自体がこう蛇行してるからあれかもしれないですけども、たまにはですね、たまにはその太陽の沈む方向とですね、自分が今から走るっていう方向がほぼ一直線やまっすぐに近いようなこう形で、なる時あるんですよ。枕崎の方に行くんですよ。枕崎の方に行きます。ここは下井出ですね。下井出っていうぐらいですから、霜が結構出るのかもしれませんね。いや、あのこれからあのずっと走るとですね、茶畑が出てくるんです。お茶畑、いや、それはですね、びっくりしますよ。私なんかがあのテレビで東北のあの米地帯がありますよ、国葬、あ、国、うん、あの要するに日本でも有数の米を、要するに水田がずっと広がってる、あれに似たような感じですね。ただ平面じゃないんですよ、あの水田はほらまっすぐ、もしくは段々畑にしても
水平が必要でしょ、水を張るからですね。だけどですね、お茶のお茶畑の場合はですね、まあもちろんまっすぐ植えますけれども、あれですよ、段々畑のですね、ガツンと連なるって感じですよ。ちょっと待ってくださいね。どっち系？あ、右です。枕崎の方ですからね。あ、いや、縦貫道は通りたくないんだけど、こっち右ですね。中間、いや昔の、いや昨日ね、あれで見たらここ右だったんです。ぬるきだけど中間道って書いてあるから、いやこっちでいいのかも。お茶畑すごいですよ。ほらもうこの辺から始まりますね。さっき私が霜入れ、霜が出る、いずるって言ったのは、多分昔からですね、この辺はお茶の栽培が あれだ盛んだったんじゃないですかね。それでお茶にはですね、ほらほらもうこの辺は広がりますよね。いや、まだまだ広がりますよ。ここはですね、ちょっとカメラは触れないけど、この辺左行ってみようか。ああ、開門だけが見える。こっちだこっちだ、ほらほらほら黄色い。あ、これはいいかも。開門だけが見えてですよ。ほんで菜の花が見えて、ヤシの木ですよ。麻雀で言ったら満貫ですよ。ほんならですね、嬉しいな。いや、向こうから知らんからすぐこっちにこういう風景があると思わなかった。いや本当ね、どっからどう行ってもですね、お茶畑なんですよ。こっからでしょう。さっきの霜の話ですけど、このほら、あれ扇風機みたいなのですね、ちょっと待ってくださいね。扇風機みたいなのですね、おそじめが降りた時にですね、この葉っぱがやられないようにですね、風をずっと送るんです。それですね、今度はまた右に行って、いやスラロームをします。いや左に行ってもスラロームでしょうか。いや、まだこっちにもこうあるんですよってやつを。いや、この辺りはね、道に迷うことはない、道に迷うことはないけど、もう茶摘みは終わったんですかね。一番、いわゆる一番茶っていうのはどうなんだろう。こっか右に行けるけ、行けない、行けないけど、あ、お茶工場ですよ。ん、ここは、あら、今のところでもかったのと思う。多分ね、ここがね、お茶畑のね、一番端っこ、まあ大規模なですよ。こいからですね、いや、ここはシトンゲーケ。話変わりますけど、あれでしょう、雲もいいでしょう。雲の形です、雲。こいから、こいから右に行ってですね、これから、いや、その一番端っこからですよ。ちょっと待ってくださいよ。はい、右行きます。チランチャっては有名ですもんね。チランチャ、ぬるき、ぬるきのお茶のあれなんだ。ほら、こっちはありましたよ。こっちはこっちで一人で興奮してますけどもね。それなら、ここを右に行ってみましょうか。ここですよ。私は農道を通りたかったんですけど、喉を僕だけに心を打ち明けて、喉を僕だけに愛をください。いや、今何を思ったかってですね、さっきの開門だけが左側にあるわけです。ですからやっぱりこの辺りで、ちょっと待ってくださいね。
このいや左見あ左行こうあれですよ桜島がどう私がどうこうって言いますよほらやっぱりねこの絵の中にね買い物だけがねあるかないかでね全然違ういいですねこういうのねもう右行きますよ分かってくださいねあ左の方にはほらキャベツ畑だキャベツ畑に入り薄れですよあのこれ何番茶っていうかわからないけど多分このここを摘んだばっかりですかね摘んで次が出てきたのか知らないけどあのあれでしょう新鮮でしょうでこの右側は何か右側は何か麦かなんかが植えてありましたがよああお茶畑畑いやお茶畑だけじゃないっていうのもいいですねあもう一回買い物だけですかはいいいですよ買い物だけリクエスト買い物だ違いますでしょやっぱり違いますでしょいやー買い物だけありがとうあれタヌキじゃないですか今これタヌキですよねタヌキですよタヌキあでしたでしたタヌキですよ昔私はタヌキって言われたことありましたけど、今のはタヌキですねいや自分はタヌキとは思ってませんよタヌキとは思ってないけどこういうからまた右行きますからねあの買い物だけが恋しくなったら言ってくださいね買い物だけはこっちいいんでしょうねたまにねたまにこういう時は畑の一番最後に出る時がありますからねあ、右の白いあれはあれじゃないですかね春の長草のないか鈴ちょっと名前わからんけどもなんか確かだったと思う。いや、大根の花かなって今までずっと思ってたんですけども、そうじゃなくてですよ。鈴な違うっけ？ここ左の声です。こう土手に。いやいいですよ。何冊もいいな。いやいやこっちはねお茶畑しかないかと思ったんですけど、こんなにほらあの白いあれとか花とかですよ。ちょっとね、あもう曲がろう。いや、右から来る車を待つ間になんか、状況説明しようかと思ったけど、状況説明するぐらいのあれやなかった、知識やなかった。あれですね。いや、さっき言ったみたいに、お茶畑ばっかしでもですね、やっぱり秋が来ますもんね。またこっからほらなんかのお茶畑があれっていうことはなんかこうインターバルを持って例えばそう、ご飯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 ってこう食べてたところになんかこう別のおかずをちょこっと食べてうん美味しいってしてもう一回今度はご飯をおお今米美味しいやつ食べるような感じお口直しですねお口直しこからねどっかまた右に行きたい右に行きたいです右に行きたいですここかないやあんまりこの直線が続くとですね直線が続くとですねあ右に行きたのになあこれは看板ですね交差点かと思ったら違いましたあれですいやいや今カンバーって言おうとしたけどあの みんながってわけじゃないけどあの読まれてるからなと思ったらやっぱり躊躇しましたけど今ね40キロぐらいですよスピードはですねあ画面がちょっと暗いかなどうなんだろうあれであの
パソコンでどうにかなる暗さかもしれませんけど、いわゆる逆光はここ右行きますね、ここを右に行きますね、ここを右に行きますよ。ほらまた違うでしょ、同じお茶畑でもですね、こんなに広いんですよ。いやいや、まだまだ一部。そうですね、鹿児島の、鹿児島県ですね、自慢できるっていうか、お任せテレビでですよ、自慢できるのは、私があの鹿児島をよそと違うんだろうなと思うのは、鹿児島市内のですね、あの団地なんかのいわゆる高低差はですね、ちょっと他の、県では真似できないかもなっていうのがあるんですよ。長崎とか、ほら長崎とかっていうか、一回ここは左に行けるのっけ、あ左行く、一回ですね長崎に夜行ったんですよ、ほんで一回しか行けなくて、走った時間はね、そんなにないんですよ、20分ぐらい。それでもですね、もうヒヤヒヤしながらね、走った覚えがあるんですよ。ですからその高低差を楽しむとかですね、そういうあれは全然なかったんですよ。なんだけども、旅番組で長崎が出てくる時に、ああ長崎の高低差もあれだなって、観光客から見てもなんかこうなんですかね、景色がグッグッと変わりますからね、だなと思ったんだけども、だからその高低差の他に今思ったんだけど、ほらこのまた左行きますからね、いや買い物だけリクエストがあったんじゃないかと思って、映りますかねこれで、左側に見えてるんですけどね、映ってるけ、あ映ってますね、買い物だけですよ。ですね、だけどここあそこのあれですよ、今からですか、あそこですよ、枕崎、あっちまでね直通で行くつもりだったんだけどね、ちょっとね時間が今スラロームしてますからね、どっかの分かりやすい交差点のところまでは、まあ、それ行か走りましょうね。いや一つの動画はやっぱり20分ぐらいでね、なんかあれしたいんですよ。もうそろそろ交差点が出てくるんじゃないっけ。いやこのお茶畑って言ったら、その濃ゆいグリーンをイメージしてたけど、この新芽のお茶の新芽は菜の花に、匹敵するぐらいのあれがありますよ。この生で見るとですね、新鮮さが。あ、そろそろ町並みっていうか住宅のあれが見えてきましたね。できれば開門だけの方ですね見てね、あれしたいんですけどね。ああここから、いやいや左にこう来てたから、開門だけにあれできるなと思ったんだけど、開門ああですね、ここからでいいや、無理をしなくてもこうこっちから見ると開門だけが見えるようになるはずですけど、建物にあれするんだろうか。あら、まあまあまあ、そういうならですね、ああ見えてますかね、開門だけ。ここは何ちとこだろうか。あ、 A に行くんだこっから。まあ A でもいいか。はい、ということでですね、この動画はですねこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。